南京長江大橋は中華人民共和国チ安数ス南京市に位置する自動車、鉄道両用橋梁を、長江北岸の裏口区と長江南岸の南京白川のコロークとを連絡する。1960年に建設開始、1968年に完成した。1950年代の武漢長江大橋がソ連の援助によって建設されたのに対し、 南京長江大橋は中国の独自技術により設計、施行され文化大革命中に完成したため中国における自力構成と革命の象徴として献殿された。道路橋は全長4589メートル、幅19.5メートル、長江に架か,かる主な部分は長さ1577メートルであり、上部が道路、下部が鉄道と2階構造となっており、 橋の両端には4つの橋頭歩があり、各橋頭歩の高さは70メートルである。鉄道橋は全長6772メートル、幅14メートル、長高にかかる主な部分は道路橋を同じく長さ1577メートルである。建設に用した工材は約10万トン、セメント100万トン、費用は2億8000万円である。橋のデザインは 社会主義国家独特のものになっている。長江大橋のたもとには大橋公園があり、入場料5元の他に橋保参観料7元を払ってエレベーターで橋の上に出ることができる。完成当時は鉄道道路併用橋としては世界最長であった。またこの開通によって、かつては長江で分断されていた稽古線がつながり、北京と上海が鉄道で直結された。 川の下流に位置し、欄干も特に対策もされないため、自殺しやすい場所として有名となり、年間百数十人もの自殺者がいる、自殺の名所となっている。南京朝廊を橋に星を中国急増する、農民校の自殺、ドキュメンタリーウェーブ、南京朝廊を橋に星を中国急増する、農民校の自殺。ありがとうございます。